こうした状況を受けて谷本知事はこれまで経験したことのない事態に直面していると危機感をあらわにしました急激な感染者の増加そして短期間での重症者の増加さらには若年症も含めた全ての年代での感染が広がるというこれまで経験したことのない初めての事態を我々は迎えているわけであります谷本知事は従来と比べて感染の増加のスピードが速いこと 重症者が急増していること、そして変異ウイルスがおよそ5割を占めていることが今回の特徴だと説明しましたまさに今がさらなる感染拡大を止める正念場だというふに思うわけであります不要不急の外出をできるだけ控えるなど、人と人の接触機会の低減という原点に立ち返って、ぜひとも感染拡大防止にご協力をお願いしたいという思います。 今後、感染がさらに拡大しステージ3に相当する状況になった場合まん延防止等重点措置の適用も検討しなければならないという認識を示し県民に対して改めて対策の徹底を求めました。